はいどうも銀です。今月急に50人くらいにチャンネル登録していただいてびっくりしました。新しくチャンネル登録してくれた方も前から登録してくれている方も本当にありがとうございます。それでちょっと調子に乗ってしまってコミュニティの方で質問を募集させていただきました。勢いで投稿してからまだ登録者数1000人にも満たない小さなチャンネルなのに早まったなぁと後悔しましたが、思いのほか質問が届いて嬉しかったです。当初10個くらい質問が来たら動画にしようと思いましたが、それには満たないけど思い切って動画にしようと思います。それでは見ていきましょう。はい、ではまず1個目の質問です。トゲトゲダンゴムシの飼育方法について教えてほしいです。うまくいってると思ったらどんどん落ちてきました。トゲトゲ系のダンゴムシは少し癖がある子が多いですよね。自分の答えられる範囲ですと、ムリカタム、スピノサス、ホワイトダッキーの類代をしているので、この3種類のポイントを説明します。まずムリカタムですが、こちらは湿度がある程度高くても割と乾き気味でも大丈夫です。僕がいつも紹介している隅に赤玉土を少し入れて、その上に水苔を置き、他はココピートを敷き詰めて、吸水は水苔ゾーンにのみするやり方が管理が楽です。ハスクチップも置くと増えた時に捕まるところができて過ごしやすそうです。次はスピノサスですが、ムリカタムと同じで大丈夫です。ですがムリカタムよりも乾燥を好むので吸水は少なめにしましょう。子供を産む数が少なめなので増えるのはゆっくりですね。ムリカタムもスピノサスもそこまで通気性は気にしなくても大丈夫です。最後にホワイトダッキーですが、こちらは次回動画にいたします。この子だけ少し癖がありまして、動画1本使って詳しく説明したいと思います。次の質問です。プライベートな内容ですが、大体の年齢や普段何をしている方なのか気になっています。はい、こちらも隠さずお答えします。自分は現在30歳で、今年の11月5日で31歳になります。去年30代に入ったと思ったら今年も31歳ですよ。20代後半からサボを読む人の気持ちが分かったような気がします。時の流れは残酷ですね。お仕事は実家で自営業をしています。いろいろやってますが、バーやお祭りにバンドやソロのアーティストをアテンドしたりしています。ヤフオクで増えすぎた虫たちを売ったりもしていますが、こちらは趣味の域を出ませんね。餌代と土代と生態代と電気代で持っていかれます。たくさん飼育者さんが増えたらいいなと思ってヤフオクで出品していますが、利益重視にするならばカブトムシやクワガタを売っている方が儲かりそうだなと思っています。次の質問です。自分はゴキブリが好きなのですが、どういったところで情報を仕入れていますか。ニジゴキが丸ゴキブリというのを動画で見て初めて知りました。おすすめの水入れ、餌入れ、かっこ銀さんが使っているものと教えていただきたいです。またフィールド採集などはされますか。銀さんはおいくつで何をされている方でしょうか。あとわらだんゴキブリそれぞれの魅力を教えていただきたいです。聞きたいことがありすぎて。ということで、たくさんの質問ありがとうございます。ゴキブリの情報は主にツイッターで流れてくるツイートで、ゴキブリを知って Google で検索して深掘りするのと昆虫図鑑をたくさん買っています。ゴキブリが本当に好きなので新しい本が出るたびにすぐ買っています。あとはお迎えしたら学名と産地を調べています。飼育環境を作る時の参考になりますし、学名の特に属が分かればある程度この種の近縁だから樹状性かなとか潜る子かなと予想ができるので、ぜひやってみてください。餌入れなのですが、いつもはコメリさんで薬味皿を購入して使い捨てにしていたのですが、最近革命的な餌皿に出会いまして、ダイソーさんの3枚入りの素焼き植木鉢皿です。200個以上あるケースすべてこの鉢皿にしました。大きさもちょうどいいし、何よりわら段やケースの壁を登れないゴキブリなども表面がザラザラしているので登れるんですよね。 pH もアルカリ寄りなのでわら段とも相性がいいですし、カビが生えても拭いたらすぐに取れます。本気でおすすめです。水入れは逆にダイソーさんのプラスチックの鉢皿を使用しています。深さがちょうどいいですし、溺れないように脱脂面や軽石を置けば管理もしやすく扱いやすいです。フィールド採集は実はあまりしていません。春から秋まで外に虫を観察しに行ったりしますが、色変したわら団がいれば持ち帰りますが、標本も作らないので他の虫は見てるだけで十分です。
コクヌストモドキが欲しくて深夜に精米機巡りをしたことや、深夜の浜辺で這いずりながらハマダンゴムシを探したことなどはあります。年齢と職業は先ほども答えましたが、今年31歳で自営業をしています。ワラダンとゴキブリの魅力か、まずダンゴムシは純粋に可愛いです。まん丸のフォルムとか好きにならない人の気が知れません。ワラジムシは大きくて元気で可愛いです。小さい種類もそれはそれで可愛いです。あとどちらも目がたまらなく可愛いですね。ゴキブリは種類によって全然違う見た目をしているのと、元気で丈夫なところがまず好きですね。新しい子をお迎えするたびにこんな種類があるのかと驚愕しっぱなしですし、増えた時の嬉しさや飼育環境を考えるのも楽しいです。というかムカデやタランチュラ、サソリやシミ、ヤスデにハサミムシにナナフシなど、そもそも虫が大好きです。でも実はナメクジやカタツムリやミミズが苦手なんですよね。ヌルヌル系というか水分が多い系が昔からどうも苦手です。次の質問です。冬に温室で飼育可能なワラダン品種一覧みたいな情報が知りたいです。温帯産のワラダンはいけるだろうと予想できるんですけど、イタリアやスペインとかの地中海性気候産は冬いけるのかとか、東南アジア産はやっぱり冬はいけないのかとか知りたいです。これは本当に盲点でした。逆に自分が気になっています。冬にお迎えした時に、えこんなに冷たくなってるのに平気なのと思った種類はいくつかあるのですが、いかんせんお迎えしすぎて忘れてしまいました。ただどの種類も低温は避けた方が良さそうです。あと自分は雪国に住んでいるので検証することもままならないので、質問は答えられずすみません。次の質問です。毎回動画楽しく拝見させていただいています。質問コーナー嬉しいです。早速質問なのですが、寄虫に興味を持ち始められたのはいつ頃でしょうか。寄虫の他には好きな生き物や飼育されている動物はいますか。今後お迎えしたい憧れの寄虫等も知りたいです。こちらこそいつもコメントやリクエストをしてくださりありがとうございます。実は20歳まで虫が苦手でした。20歳くらいの時に林業の会社に勤めていた時期がありまして、木が好きすぎて切りたくなくなって辞めたのですが、当然山に入るので虫を見る機会がたくさんあって、観察していくうちに徐々に好きになっていきました。その頃付き合っていた女性がドゥビアを飼うということでしたので、最初はビビってたのですが、自分も餌を与えるようになって可愛さに気づきました。寄虫以外に好きな動物はほぼ全ての哺乳類で、特に好きなのは齧歯類で、今飼育している子は寄虫しかいないのですが、昔はデグーを飼育していました。基本的に生き物は大好きです。今後お迎えしたい憧れの寄虫は応援魔半妙と偽花魔王カマキリですね。そのために半妙も飼育して勉強したいと思ってるところです。カマキリは飼育スキル的に飼育できそうだなと思うので入荷待ちです。その他にも飼育できる範囲でいくらでもお迎えがしたいです。はい、ということで初めての質問回答動画でした。自分のことを動画で話す機会ってほとんどなかったので、動画の制作段階でかなり楽しかったです。第2弾もそのうちやりたいですね。登録者数もそろそろ600人いきそうで、未だにちょろちょろ登録していただいているので、年内に1000人いけたらいいなぁと考えています。いろいろと YouTube で自分がやりたいことが固まってきた気がします。それでは皆さんも良き寄虫ライフを。バイバーイ。